ようこそたと思う、そしなりそうです。ということで、3次マンメシングルアンダーライブ大阪公演 Day3 終了しました。お疲れ様でした。現地行った人、それからね、えー、配信で見た人、お疲れ様でした。僕は今回ね、配信で見させていただいたんですけれども、いや、いろいろすごかったですね。本当に、まあ、この3次マンメシングルアンダーライブのラストとなるね、えー、最後の集大成となる最後のライブと、それから、あとはマーヤの、 ラストステージというライブだったと思うんですけれどもちょっとね今回はセトりを見ながら振り返っていきたいなと思います今回のセトりこんな感じでしたまず影慣れがリカちゃんでしたね影慣れリカちゃんで,でもその後ねマーヤの VTR から始まってそのおばあちゃん行く前のさ「マーヤ」が主役みんなも主役っていうあの文字エグかったんすよねそれでおばあちゃん行くみたいな英、ね、語の始まり方もエグかったんですけどでその後メンバー紹介みたいなおばあちゃんの後メンバー紹介めちゃくちゃかっこいいねメンバー紹介あって1曲目「アンダーズラブ」<laughs> アンダーズラブ来ましたねでこのアンダーズラブの始まり方もエグくて椅子が置いてあってそこにマーヤが座って ての有、ね、前がね言 u n い e ア s ダーズラブて始まってみたいなさあれの始まり方もえぐかったんですけど一発目ね「アンダーズラブでまほ、あ、はね全部良かったんでちょっと全部触れていきたいところなんですが全部触れるとね,ね46分テレビになっちゃうんでちょっとね特に僕が印象に残ったところを話していきたいなと思うんですけどまあスタートねそこからもう Unders 曲スタートダッシュみたいな <laughs>。 え感じで不統合まちゃんセンターもね見僕見たかったんですこう背取りしてた中でね今回配信で見たんですけどそう見たいなと思ってたんでしかも今回まちゃんねこの全体通してだけどさ今日の髪型がおでこ出してたからすもう美しすぎて、ね、ちょっと大人なま、ね、ちゃんって感じでめっちゃ良かったしあとはまあとっさですかねあの日岡とっさに嘘ついたマーヤセンターねこのマーヤセンターのあの日岡 う、ね、嘘をついたももう最後これで最後になるのかなと思うんでまあ、ちょっと寂しさも感じつつもう目に焼きつけましたねもう噛みしめましたよね <laughs> 本当にうんなんかね最近はもうずっとこのとっさはマーヤセンターっていうのだったからそれがもう見れないって思うとねマジでちょっと寂しいっすよねであとは567曲目に関してはあのすごい演出がすごくてそのダンスブロックみたいなねそう感じであの ね、現地にいた人もサイリウム消してで座ってこう見てくださいみたいなねブロックだったと思うんですけどまあなんかその会場の、うん、都合というかねもうあってであとはそのプロジェクションマッピングみたいなそう演出の都合上そう今回はサイリウム消してみたいな、うん、感じだったと思うんですけどいやすごかった本当演出がね うん、そのプロオブジェクションマッピングの演出がすごかったし、まあ、do my best じゃ意味はないのね、そのリミックスバージョンの、あの、最初のさ、ルナちゃんの叫び煽り、なんかめっちゃ良かったですよね。まあ、なんかこのね、567の3曲に関して、本当見入っちゃったというか、ね、現地の人も、今回やっぱね、シャイム決して育てて、見て,見てたわけだから、現地の人も見入って たたんじゃなないいかなっていうねね曲でしたねでしあとは「わ、ま、た、あ、ぼこり」よかったわたぼこりこれは正直一番現地で見たかったなって思った曲だったかもうん葉月とりかちゃんとねやくぼちゃんの,の3人で葉、ね、月が聞いたら弾いてみたいなりかちゃんとハンバでやくぼちゃんハーモニカでみたいなさこの3人のわたぼこりマジで良かったですよねであとあの無表情のねラップバージョンのるなちゃんとゆうちゃんの,そのラップなんかもめっちゃ上手くてね2人とも これもそのセトリーはね事前に僕は知ってたんでうわめっちゃ見たいなっていうそのラップバージョンの披露されたっていうの知ってたんでめっちゃ見たいなと思ってたんで見れてめちゃくちゃ嬉しかったっすねであとはねこの3ニマミシングル「アンダーライブの目玉コーナーである乃木坂46プレイバックファクトリー12曲目13曲目だったと思うんですけどえまず低体温のキスリリアンセンターのね低体温のキスこれはもうえぐいよねもうピッ りリアンの歌声とかをなんか全部がさぴったりすぎて歌声めちゃくちゃ歌う,歌うめっちゃうまかったしこれやばかった。 マ、ねまあ、リリアンね今日だけこうライブに出れるみたいなね感じだったんですけどそこでこの「低体温のキス」えー、ぐいっすよねで13曲目欲望のありんがねショマーヤセンターと、えー、これもねまたなんか僕は的にはというか個人的にはそのマーヤと言ったらこの曲みたいな印象もちょっとあったのでまた最後にというか。 うんこの曲ね、ちょっとセクシーな感じでさ、目隠しもねしっかりして、めちゃくちゃ良かったっすよね。その後のね、この私のために、誰かのために14曲目から、もう最後の、でもう、怒涛の、怒涛の披露でして、もう全部良かった、マジで、全部良かったけど、なんだろう、口ほどのようなキス良かったっすね。やっぱ、たまちゃん推しなんで、あのしかも、あの衣装、コートみたいなさ、衣装。 そう、の、着ての、たまちゃんセンターの口しゃにもないキスめちゃくちゃ良かったし、錆びたコンパスも良かったしね <laughs>、錆びたコンパスも良かったし、ウィルダネスワールドなんかこれ演出すごかったですよね、こうなんか、ね、前にこうスクリーンみたいなのが出て、そこにこういろいろ映りながらの披露だったと思うんですけど、ねえ、良かったし、あの、最後の、このウィルダネスワールドの最後のお花の景色みたいなやばいっすよね、あれめちゃくちゃ綺麗だった。で、ありがちな恋愛も良かったしね、世界で一番こと 友ちゃんセンターでもう神だったし制服のマネも神だしもう全部神じゃないほん本当全部神だったんですよねで日常ですよねこの日常エグいぞとリリアンセンターだったんですけど、まあ、さっきもねその低体温のキスリリアンセンターで披露してたけど唯一リリアンが参加できるこの今日のライブにもリリアンが本当す全てをかけてるじゃないけどもうリリアンのこのパワーというかこの日常でのリリアンのパフォーマンス表情とかもものすごくてうんやばかったですね リリアンねでその23曲最後アンダーズラブだったんですけどその前にねそのマーヤのスピーチがありましてこれはもうダメでしたねもうここで僕はもうね涙しちゃいましたちょっとマーヤのスピーチマーヤの話その過去のさ話とか家族のね話とかさあとそのねマーヤの言葉でなんか今日生きてるってみたいな明日ね仕事とかでみたいな。 辛い人もいるかもしれないけど、みたいなことはちょっと聞いてマジで涙出ちゃいました。 ダメでしたね本当にねで最後のアンダーズラブですよねこのアンダーズラブで始まってアンダーズラブで終わるっていうのもいいし後ろのさアンダーズラブに変わるのよかったな後ろの文字がアンダーライブからアンダーズラブに変わってんのこのアンダーズラブ披露の時はめっちゃ良かったしまたこう最初のアンダーズラブとは違ったねえ感じでさめちゃくちゃかっこよかったんですよしかもフルだったしねアンダーズラブ最後のアンダーズラブフルだったしめちゃくちゃ良かったですねでまあこれで本編は 終了って感じだったんですけど、次はアンコール、アンコールに関してはもうずっと泣いてたかもしれん <laughs> アンコールはね、ちょっとダメでしたね、アンコールその。みんなメンバーが登場して、そのマーヤがね、もう素敵な、綺麗なオレンジと黄色のドレス姿でさ、登場して気づいたら方もいいですよこのマーヤの初選抜曲。もうダメよね、これもう本当ダメようだよね、無理よダメようですよこれ本当に。 いやあ、これダメよね。気づいたらかと思い,い。アンコール1曲目。ね、前アドレス着てさ、披露されたらさ、無理やんと、そんなんは。無理やんっていうね感じで。で、2曲目は、狼に口笛を。まあ、これもね、もうアンダーの定番曲をここで披露して。そして3曲目、左胸の勇気。これ、やばかったっすよね。本当ほんとアンダーの原点の曲じゃないですか、左胸の勇気って。それをこうね、このアンコール。 のねラストの方に持ってきてみたいなでこの左目の勇気の感想で一人一人ねお花とごメッセージがあってもうそこでも号泣よ <laughs> その一人一人そのねマーヤに対するメッセージもそうだしそのマーヤからのメッセージもう本当にマーヤって優しいなっていううん感じが <laughs> したしでなんかそのマーヤらしさもあったというかさこの最後だけどみたいなあのなんか <laughs>。 平井宗之の感想で言ってたからラストビがまだ残ってるんだけどそれを忘れちゃってたマーヤみたいなさ <laughs> ところそのマーヤらしさもあったのが良かったっすよねで左目の勇気終わった後代表して葉月からこうマーヤにメッセージこの葉月からのメッセージもえぐかったっすね葉月の何だっけなあのマーヤをこう送り出せる選ばれた11人みたいな言葉とかあとね私たちのセンターに葉月たちのセンターに立ってくれたい でありがとうございますみたいなちょっと違うかもしれないけどそういうようなことを言っててこの葉月の言葉がねちょっとやばかったですね <laughs> で最後またあのマーヤからファンの皆さんへ言葉がありまして最後「乃木坂の歌」ここでもまたちょっとマーヤらしさが出てたというかさあの最後の乃木坂の歌披露するじゃないですかそ,うその披露をする前にえあの花もらった花をねタモちゃんが一回預かりますみたいな時にさ返してねって言ったりとかさ で最後の曲をね、えー、みんな「最後に変えてみてみたいな感じで言ってさ「えー、これで全然違ったらどうする?」みたいな <laughs> そのマーヤらしさっていうのもねこの見れてそれが逆になんかより感動したというかうほんとマーヤってこういう存在だよなというかうん思いまして最後の挨拶のあと現地のファンの人からサプライズがあってね「サンキューマーヤ」っていうあのなんだっけ「紙紙」っていうかあのフライヤーフライヤーが。 ねえ、あって、このね、フライヤーのサンキューっていうのもまたまあやらしくてというかさ、現地の人たちのサプライズもめちゃめちゃ良かったですね、最後のサプライズも。まあそんな感じで終わった。ちょっとね、なんかもう今、な、泣いた後なんで、ちょっと情緒がおかしいというか、あの、あんままとまりきれてないんで、ちょっと全然わかりづらいというかね、話しきれてないところもあるとは思うんですけど、まあとにかく、 やっぱマーヤですよねこのライブ通して本当にマーヤ、まあ、特にアンコールとかで本当にマーヤってもうメンバーから愛された愛されてるそ、えー、メンバーだったんだなっていうのも感じるしその特にこのねアンダーメンバーからしたらそのマーヤっていうのは本当に大きすぎる。 まあ本当ね、今のアンダーメンバーもそうだし卒業していったアンダーメンバーもんならアンダーメンバーだけじゃないですよね「乃木坂オテシックスのメンバーからこう本当に大きすぎる存在だったんだなっていうのをうん改めて感じたしその「前の乃木坂」への愛だったりとか優しさだったりとかっていうのもおこのねライブで、うん、感じたしまあその「アンダーライブ」っていうところで言うとあのー、ね本当とこれぞアンダーライブっていう面もありつつ今のメンバーにしか。 出せない色っていうのもあったアンダーライブ今回のアンダーライブだったんじゃないかなと思いました、まあ、卒業はまだなのかな卒業する日っていうのはまだ明確に発表はされてないとは思うんですけども一回ここでねちょっとあの言っておきたいなと思いますマヤ、まあ、本当に11年間お疲れ様でした卒業おめでとうございますもう本当このラストのステージもうめちゃくちゃ輝いてましたもう一番輝いてる本当にねマ、えーヤン、ま、が主役のライブだったなって えー、思いましたはいということで今回はね30秒のシングルライブ大阪公演 D3 の感想を話していたんですけども、まあ、ちょっとねいろいろ分かりづらいところねとかあったと思うんですけども、まあ、これがね今の僕の感想ということで終わりたいなと思います、えー、ぜひね皆さんの感想を皆さん配信で見た人も多いと思いますし、まあ、現地行った人なんかはねその現地での感想なんかねコメント欄で教えてくれると嬉しいなと思いますこの動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします Twitter と Instagram やってるんで概要欄からフォローでそっちらのフォロー待てくれたらめちゃめちゃ嬉しいですバイバイ